感染が確認されたのは30代から70代の男女5人で全員軽症です。このうち2人の感染経路が分かっていません。経路不明のうちの1人は中央西福祉保健所管内の40代女性で、高知市のグループホームに勤務しています。同じグループホームに勤務する30代男性職員も、この女性職員の接触者として陽性が判明しました。 グループホームの入居者や併設するデイサービスの利用者など合わせて20人を接触者として検査する予定です。県は明日から始まる連休を前に、シルバーウィークの間、まあどうしても若干人流が人の流れが増えてくると思います。まあここでまあ患者さんが再度増加に転じると、まあこれまでの努力が水泡に消すと。

高知新港で行われている集団接種について来週末実施分の接種対象者の年齢を16歳以上から12歳以上に引き下げると発表しました。